両チームの選手がコメントしていますけれども、やはり同年代の選手たちが多くいるので、そのチームには負けられないという話をしています。今シーズン両チームの1回目の対戦では FC 東京が1対0で勝利しています。いい位置でつないだ一味、ワンタッチ森、切り返す、前が空いた、ミドルシュート決めました。森優斗久しぶりの先発、今日はキャプテンマーク、見事なシュートが決まりました。 U20 日本代表、旗の棒動けず、名古屋グランパスから今シーズン加入、森優斗うまく中央つないで切り返して前が空きました。いいコントロールからユインス運んで横、品田、ユインス抜ける、横使う、リッピに来る、左足、得意の左足でした、リッピベローゾ。ユインス、品田とのワンツーから最後横への平行のパスでした。また動き直し、そこに空いたスペース、スルーした一味、氷とのワンツー入ってきた、一味だ、これは入った、ゴールだ、ゴールイン、ガンバ2点目、見事な崩しからガンバ追加点。前半終了間際、うまく一味がスルーしてワンツーしていきました。このプレーです、右サイドから足立がちょっとノールック気味で入れて、フリックして一味ワンツー、体を使って岡崎を弾き飛ばしてシュートです。今内田がボランチの位置に下がったかもしれません。リッピー横使った、ユインス、林よく触った、リッピが流して、ユインス、同じ左利き久保建英が入ってきます。内田です、左小川が抜けてくる、そこにボールが来た、右サイドからユインス、小川中を見る、クロス、低いボールだ、こぼれている、久保建英、途中出場、すぐに結果を出しました、久保建英、プロ契約初戦でやはり結果を出す男です。こぼれ球落ち着いて決めました、今シーズン2点目、このボール落ち着いて蹴り込みました、1点差になります、これで分からなくなりました。左高江です、後ろ戻しますが、久保のディフェンス残します、ユインス、横久保、ユインスが行く、ユインス突破した、エリア入ってくる、中シュートだ、ユインス同点ゴール、 FC 東京2点を追いつきました。 J1 で経験を積んで戻ってきた J3 のエース、自分で突破して見事なフィニッシュです。ここで久保のディフェンスがありました。ここまでのスタッツが出ています。シュート数も FC 東京が逆転しています。コーナーキックは6本と大きく東京の方がリードしている状況。いいタッチ入ってくる、森、一味流れる、左使う、メシノが来る、チャンスになった、こぼれて一味、勝ち越しです。よく詰めていました、一味、いい奪い方からの左を使ってメシノが入ってきて、キーパー防いだところ、最後は一味です。1800人のお客さんが詰めかけました。コーナーキック中央へ、ヘディング、決めたのは河合です。センターバックの河合、コーナーキックから得点、これが J リーグ初ゴール。狭いところ、小林間うまく前向いた、
一つ切り返して中央へ鈴木義武、足元久保、久保パスにした、内田だ、1点返した FC 東京、4対3、まだまだ終わりません。打ち合いになっています。試合終了、ガンバ11試合ぶり、久しぶりの勝利です。激しい試合になりました。4対3、 U23 のチーム同士、非常に点の取り合い、プライドのぶつかり合いになりました。